はい、どうも、うみです。本日もトリッキーな楽しい謎々続きからやっていこうと思います。はい、214、もうここまで来たんだね。なんか、早かったな。100台から200にかけてがなんかめちゃくちゃ早かった気がする。はい、やっていきましょう。もう300ぐらいまでだったもんね、このゲーム。あとちょっとだよ。ゴール見えてきた、マジで。彼女は浮気してる？脅迫するつもり？なんか言ってたね。ごめん、ちょっと何言ってた？自分の夫に隠れて浮気してるでしょ。脅迫するつもり？証拠は偽物よ。あ、証拠は偽物？本当に？なるほど、これで写真を組み立てる。いやー、これはこのパターンは絶対してるだよね。してます？いや、してはない。なんかただ一緒にいただけじゃない？だから、いいえ？いや、うん、してるんかい！あれ、浮気なんかい！浮気って最低よね。うん、そう。最低だよ、本当に。絶対にどんな理由があろうとね、人を裏切ってる行為だからね。浮気はダメ、ダメダメダメ。もうね、離れられない理由があったら、ま、いや、それでもね、って感じだけど。コーラをあげよう。うん、めちゃくちゃ怒ってる。コーラ買えなくてめちゃくちゃこんなに怒ってる人いる？めちゃくちゃ怒ってるじゃん、もうね。髪型かっこいいね。あと2個。こことすんげえとこにいろんなコイン落ちてますね。あった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 。はい、これで買えるよ。買いな。あれ？あれ？あ、ここで入れてあげるのか。はいはいはい。あれ？あれ？あ、なるほど。あ、5枚入れなきゃいけないんだ。500円のコーラ、高くない？世界で一番ムカつく自販機ね。確かに。だってさ、500円もするしさ、なんかね、私が結局お金まで入れてあげたしさ。あ、まあ、そこはあの男のせいか。確かに。500円のコーラ高すぎだよ、さすがに。はい。まあ、あれが1個、1枚100円なのかわかんないけど。じょうろを直そう。はい。これまた組、だよね。そういうやつだと思った。組み立てる系も増えてきましたね。この、はい。かわいいじょうろだな。おじさん。あー、かわ、すげえ、枯れてたのが再生した。植物には水をやるのよ。枯らさないようにね。そうだよ、おじさん。まあ今さっき、じょうろ壊れてたからね。まあいや、それでもなんでじょうろ、あんな風に壊れてたの？すんごい分解されてたけどね。はい。じゃあ、はい。あー、間違った。はい、すいません。間違って動画再生しちゃいました。続行です、ここは。水を見つけてあげよう。はい。水を見つけてあげようで、なんでこんな乾電池見つけなきゃいけないんだろう。あ、すごい。めちゃくちゃわかりやすいとこにある、全部。あ、なるほど、これアップするだけか。ドローンで見つけたってこと？あ、そういうことね、ここにあるよって。おー、すげえ。私は砂漠じゃ5分と持たないわ。そうなのね。暑さが苦手なのかな。うん、まあ私も絶対に嫌だもん。あんな、ね、ずっと砂で続いて、もうどこにね、水があるかもわからないような、ああいうとこ、絶対にもうすぐ諦めそう、私。もっと明るくしてあげよう。暗いですね。ハロウィンパーティーかな？もっと明るくしてあげよう。あ、なるほど。パンプキンがライトになるのね。はい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 。全部、じゃあ目光らせて、この骸骨は、あ、骸骨はないのか。踊らにゃ、ソンソン、踊らにゃ、ソン、かわいい！何それ踊らにゃ、ソンソン、何？かわいすぎる。にゃがね、猫ちゃんのにゃだし、あ、かわいい、ムンタン。ムンタン、かわいい、めちゃくちゃ。あ、最初に裏切ったのはどっち？裏切ったの？すごい、ここまで坂を登ってる。こうして、愛し合って、怖い！ちょっと待って、お互いどうしたこれ。君たち何があったの？どっちなの？最初にでもナイフ出したのこっちだったよね。だからこっち？あれ？あ、これでいいのか。これ？ここでナイフ出してる方。あれ？どれタップすればいいんだこれ。そういうことだ。あの、男の人は合図して誰かが撃ったってことは、事前に、あの、殺す計画を立ててて、すんげえお金入ってるね。カバンはみ出てるって。それで、だから、こっちの方が先に裏切ってるってことじゃん。うわぁ、そういうことか。
彼女はナイフの売人と連絡を取っていたのかしら。ナイフの売人と連絡は取らないでしょうね。多分ナイフは普通に買って、まあね、彼女は一人でやろうとしたけど、男の方はね、さらに考えて作戦立ててたんだよ、お金払って。そこまでして殺す理由って何？何があったの二人の間に。はい、220、願いを叶えてあげよう。レモネードに氷を入れたいわ。氷ありますよ、ここに。どうぞ。あ、どんどん。あ、なるほど、砕いたのか今私は。冷たい水に氷入れる意味ってある？あ、確かに。ええ、さっきの冷たかった、それでもさ、多分冷たいって言っても、あの冷蔵庫とかで冷やした程度だと、まあね、すぐぬるくなったりするから、氷入れてもうキンキンに飲みたいっていうのはあるよね。うん、私氷入りのジュースってやっぱなんか格段に美味しく感じる。めっちゃ冷たくて。赤ちゃんをな、まあ、泣き止ませる問題、なんか前回もあったよね。今度は何？お母さんちゃんといる。なんか、赤ちゃんの前でなんか怖いの見てるんだけど、何見てるの？あ、なるほど。あ、過去にやってきた問題だこれ。すごい。あ、これ楽しいんじゃない？あ、よかった、喜んでくれた。おもちゃのネズミでもいけたわね。いけたの？何を見てそんな確証したの？あれか、さっきのネズミのアニメ見てたから、あれだ、怒ってるんだムーンちゃん、そういうこと？出たね、ネズミ嫌いが。ナンバープレートの数字を当てよう。ナンバープレートの数字、これ。あ、え、なんか取れたったけど。あ、なるほど、なんか破片をゲットして組み合わせるみたいな。あったあったあった、はいはい、こっから組み合わせるのね。この、ちょっと待って、これ下に、あ、よしよし。で、この、はい、LV112 です。はい、あ、終わった。隠れても無駄よ。ムーンちゃんには見えてますからね。うん、いくら隠れてもこのムーンちゃんの目はごまかせない。はい、レベル223、時間を止めよう。怖いな、なんか怖いお目ある、ここ。時間を止めよう。え、時計が、あ、なるほど、時計を探せばいいの。まあ、こんな時ナイフも落ちてる。あ、これ時計、はいはい、いろんな種類の時計がある。あ、ここにもあるよってことか。あと砂時計、あと何時計がある、どこだ。あ、腕時計があった、この甲冑の腕に時計。あ、だ、時間止めたの、すげえな。時間を知る術がなくなったわね。確かに、全部のあの家のね、時計回収しちゃったから、あの人も今後時間わかんない。大丈夫かな。ごめん、時間全部時計奪っちゃ、また時計だ。止まった時計を5つ見つけよう。え、止まった、あ、ほ、なんか全部同じ時刻だけど違う時刻を探せばいいのかな。あれ、どうやって、そう。あ、なるほど、これで動くのか。あ、これ動いてない。はいはい。あ、これも動いてない。と、あ、これも動いてない。あ、これ簡単っすね。あと、これも動いてないね。あとは、あ、これだ。はい、見つけた。おー、面白いね、この問題。壊れた時計も1日2回は正確な時間よ。え、なんで？あ、止まってて、24時間。あ、そういうことね。ああ、確かに。2回は正確、でも、その正確な時間が結局わからんのやけどね。熊の気をそらそう。8。うわあ、怯えてる。これ怖っ。こんな遊んでた時熊いたら最悪ですね。8。8。8。あ、落ちた。これ人間大丈夫？あ、蜂蜜。おお、すんげえ舐めてる。まさにご当地グルメね。そうか、ご当地グルメか、あれ。熊にとってのね、なんかあそこはめちゃくちゃいい、あの、蜂蜜だったのかもしれないね。はい。226。チャンピオンにしてあげよう。チャンピオン？この息子かなんかかな？チャンピオン？何のチャンピオンにさせるわけ？金目、あ！おー、え、1位取ってるよ。なんかこの服的にあれかな、走る系かな、マラソン。簡単に取れた。私のチャンピオンはあなたよ、ムーンちゃん。ムーンちゃん、嬉しい。そんなこと言ってくれる、うん、すんごいドヤ顔で言ってるのがもうね、たまらなく可愛いよ。ムーンちゃん、私のチャンピオンもムーンちゃんだわ。お金を探そう。ん、何？
あーなるほど、思ったより金額たっけってなって、ちょっと割り勘お願いちょっと出してよってしてるけど、女はとぼけたかもしれない。女出せおめえも食ったなら出せ。え待って、人の金取ってるよ、大丈夫？ここにもあるけど、どんなとこにあるの？はい、女腹立つねこの顔だってさね、一緒に食べたんなら一緒払おうよ。あれもうないか、この後ろ手、あ関係ない、なんか怪しいなって思ったけど、え、あと1枚どこ？あ、あ、伝票見れたよ。500ドル。あ、ニーウォーター、ニーウォーター、ニーサー、なんか、2つ飲み物と、みたいな感じかな？で、あ、なるほど、これは関係ないのか。え、あと1枚どこにあるんだろう？あるじゃん！めちゃくちゃ野菜に紛れてある。これわかりづら。わー、ごめんね、取っちゃって。チップも忘れずにね。チップもあげなきゃいけないあんなお金ギリギリってなって、彼女の分もおごらなきゃってなって、さらにチップも。わームーンちゃん結構残酷なこと言うね。はい、228、彼を救おう。危ないっすね、危ないですね。これ紐、あれ紐じゃない、あれ、あ、え、救おうだよね、ダメだよ、え、救え、でも押せないんだけど、あそこ以外、え、これダメだよね。え、救うんだよね。ああー、なるほど。もうびっくりした。絶対失敗すると思った。高所恐怖症で下を見れなかったのね。ああ、なるほどね。もう上しか見てなかったんだ。だから下がどうなってるのかわかんなくて。まあね、あの紐を切ったことで助かったっていう。なるほど。よくできてる問題。レベル229。はい。偽札をチェックしよう。偽札？これだよね。完璧に。はい。偽札、あ、これでわかるの？はい。これで？なんか点、あ、これは合ってるの？え？何が正解かあれかわかんない。あ、これ。ん？あ、なるほど。3枚あるからってことか。どれが偽札か。一つだ。明らかに違うね。髪型が違う。なんでこれ透かしたらこれ髪型違うの？どういうこと？え、これでしょ？偽札。あ、あ、ちょっと待って。マークをチェックしよう。あ、待って、ヒント使っちゃった今私。これだね。はい、髪型がおかしい。その偽札じゃバレバレね。うん、バレバレ。でもね、透かさなかったら髪は普通通りだからね。一体どういう原理であんな なってたんだろう、うん。溺れないように助けてあげよう。うわ、もうだ、こっから大丈夫。溺れないように。だいぶ浸食してるけど。これかな？これで？おじさん頑張って、そんなもので間に合う？でも頑張っておじさん。あ、だいぶ減ってる。あ、すごいすごいすごいおじさん。あ、あー、そんなとこに穴ない。で、絶対あれだけじゃ間に合わなくない？あんなバケツで。あ、でもよかったよおじさん。溺れるなら来いよね。何の話？むんちゃん何の話？今の間になんか恋愛感情なんかあった？恋のネタ。あったかな？わかんない。ちょ、私にはわかんなかった。お金を拾おう。お金？こんな、わあ、お金。たくさんある。あ、お金拾えないんだけど。あ、素手では無理ってことか。だから、あ、釣り？釣り竿で？拾え、る？拾える？あ、拾えたね。あ、すげえ。釣り竿でこんなに全部。こんな世界でお金必要あるかな？まず乾かさないとね。うん、乾かさないとだし、無人島、無人島にいたよね、さっき。お金使える？何に使うんだろう。はい、232。猫を逃がそう。はい？猫、あ、え、猫なんか、え、これ閉じ込められてるの？ペットショップだけど。おじさん？なんか物騒なもん持ってるね。物騒なもん持ってるし、これ結構組み立て難しいね。こうか。はいはい。で、これは、ここも歯で、はいの、はい。はいはい。これで、あれをチェーンを外すのか。あ、おじさんは助けてくれたんだ。ありがとう。閉じ込めるなんてひどい。うん、そうだよね。なんであんな。あ、てか、むーちゃんも猫ちゃんだから余計仲間意識で怒ってますね。いやー、おじさん本当にありがとうございます。むーちゃんがね、閉じ込められたら私がね、助けに行くよ。